せっかく西部さん来ていただいたんで、平野選手は浦和の4番になれるでしょうかという質問をぜひしたかったんですけど、今日も平野選手は結構苦しい状況でボールをディフェンスラインから受けるんですけど、出口として。だけど、フリックでポンと出して、小泉選手が受けたりとか、江坂選手が受けたりとか、結構フリックで捉えちゃうと大ピンチになるやつをやったりとか、すごくボールを落ち着かせるプレーが多かったんですけど、どうですか？まず平野選手の評価というか、千葉とかを西部さん見られてんで、もともと平野選手がご存知というか、気になったとかありますか？そんな気になったわけじゃないんだけど、浦和に急にというか移籍してきて、すぐ試合出たじゃないですか。で、ああ、うまいなと思ったね。うまいっていうのは頭がいい、単純にうまい。頭もいいし、コントロールもいいし、要するにポジショニングもいいし、はい、ボールの置き方もいい。要するにリカルドは後ろから組み立てて、ボールを失わないでうまく運ぼうっていうのはまずあるだろうから、そのためには本当にいい選手ですよね。ボールも結構取れるし、浦和の岩尾っていうのはこれ監督が言ってたんでしょ？そうですね。最初獲得した時に、まあ岩尾のような。岩尾っていうのもすごいやつだな、本当に岩尾のようなプレイヤーと思って獲得しましたって言ってましたね。うん、すごいな。まあ、浦和の岩尾って言って浦和の人ピンとくるかどうかわかんないけど、徳島の浦和ってやっぱ特別な選手だから、まあ長くやってるっていうのもあるし、攻守のもう要っていうかね、本当に不可欠な選手としてやってる人だから、それと比較したっていうのはすごく評価が高いということじゃそうだな。だって入ってからずっと出し続けてるしな。こんなチーム途中から来てさ、普通なんか馴染むのすら大変なのにね。クオリティ高いってことじゃないですかね。まあ、もちろんチームに合ってるから良さも余計出るっていうのはあると思いますけど、浦和がリカルドに代わってこういうサッカーやり始めて、それに合った選手として取ってるわけじゃん。だから平野自身もいいだろうし、浦和にとってもいいと思う。捧げれば必ずや我らを ACL に導いてくだ